あれ、あ、もしもし、あ、久しぶりにこれバイトんち来たんですけど、ここに新しいコースは買ってくださいみたいになってたの行ったら、あの南国ギュギュッとはエリアやったんですね。説明不足ですよね、絶対完全なエリアなんで、あの西部消えてもっといっぱいやれてよかったね逆にって言ってたけど、消えんとそっちやりたかったわっていうことなんですけどもね、あの最近いっぱいたくさんの人が来てくれて、あの本気で見てくれる人と笑って見てくれてる人とに分かれてるんですね、大体派閥は。そこで僕思ったんですけど、バイトはどう思ってるのかなっていうことで LINE で3-2の動画を送ったんですけど、無視っていうことですね。早いやろこっちの方が、なんか陸上の動画送られてきて走るの早いやろってきた、それにこっちの方が早いやろって送ったけど無視っていうことでしたね。で ここからやっていくんですね。やったらでも俺がちょっと今あれになってるんですよ、そのニューゲームプラスをやりすぎて、多分もっと上手くなっちゃってるんで、1分ハンデをつけることの約束になったんですけど、ここ始めてみますよ。でも俺はどうですか、ここ30秒でいいんじゃないですか、ここハンデあかんっていうね。了解です。あれ、あ、一人のとこにこれ乗ってる人、あ、ここ見たことあるかもしれん俺、ごめん。え、これ追加ステージのやつなんじゃない？音楽とか南国ギュギュッとっぽくない？雰囲気。順番通りやってるつもりが南国ギュギュッとを先にやっちゃってましたね。なんでやろう。これあるんかな、このステージ南国ギュギュッとバック。なんか違う、あ、なんか見たことない機材ない、あそこに。あるな。楽しいな。パイナップル楽しいな。パイナップル楽しい。もう行っていい俺。パイナップル楽しい。もう行っていい。なんで返事せんのやん。行くわ。何強かじゃないってどうしたらいいかわからない。1週間ぶり、俺は昨日までずっとエクストラやってるんで、すげえ強いからね。もう初めてとこでも何していいかわかるでね。ん、あれ上げるマークじゃないぞ、あれは初めて見るマークやぞ。これでもどうやって投げるかな。入った。あれなんやろ、怖いな、これ投げるの。あー、パイナップル捨てたんだ。え、パイナップルマンに何をのパイナップルって、俺に聞かんといて。対戦ないで、対戦やよ。あ、パイナップルないのそっち。パイナップルのメニューないんやそっち。もうできたの1個。じゃあ違うね、ちょっと違うね。これ対戦じゃないときは人間らしくて愛らしいねっていうコメントもいただきました。愛らしいねとか言ってなかったか。こっち行ってこれ置いとかなあかんね、これいっぱい。あかん、捨て、なんで捨てた今。あ、そっちのピピピは多かや、ややこしいな。ちょっとはずれてるやこれ。あっちに入れた方がいいんやな、奥に入れた方がな。そうなんやっててか、よう分かってんやわ。むずいむずい。朝やし、新しいし、対戦やし、ややこしいわ。レバキラやの。ちょっとはずれてるやで、奥に入れなあかんつってんのにまたこっち入れちゃってる俺。赤は負けてるやん。ちょっと待って、1分で追いつけるかな。あ、今のファーンって音、キャラクター取った時の音やね。なんかアレンジも可愛くなってる、マリオみたい。気持ち悪いな俺、可愛いっつってる。取りに行くんです、その間。そうやってやってると暇やでなって言われたんですけど、それ取りに行くやろ。でも俺そっち見てたら落ちた。今のフェイントか、今のは高度な。あれ、猿どこ。
皿どこだ、皿洗うとこ、え、どこに皿、え、見え、メガネ持ってくの忘れてる、 どこどこどこ、え、皿洗うとこやねえの、教えてや、え、ねえの洗うとこねえと思う、俺も、なやこれ、ここなやこれ、右のあれなんや、負けてるやん、あ、勝ってる、あれなんで勝ってるやんって、どこで洗いたいやろ今の、なんか上、右の方になんかあったけども、でも水じゃなくてなんかがあったけども、見てみる、もう一回、次行く、次行くか、なら今日のゴミ箱の匂いは鼻水です。じゃあ